でもなんかホッケフトってそこまでなんか広いイメージないからさ、いけそうな気するんだけどさ、結構みんな角好きだからさ、角攻めだよねやっぱり。はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。今回もこちらの方参加させていただいております、よろしくお願いします。前回ねやってね、結構楽しかったので、もう一回ちょっとできませんかってお願いしたところ、なんかプチピチさんやっぱり神様なんで、やっぱプチピチさん神様で本当にイケメンでもうめちゃくちゃ優しい方なんで、快く OK してくださってこういう風に参加させていただいております。今回ですね、僕も鬼側として参加させていただけるということなので、ちょっとね全落ち狙ってやっていこうかなと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ではまたまたお会いしましょう。いや本当時間がやっぱあと、あもう10秒切りましたよ皆さん、大丈夫ですか。えどうしようどうしようどうしよう、あ向こう行った、あ落ちた落ちた、あプチプチさん落ちた。見て見て見て、空がめちゃくちゃ綺麗なんだけど。というわけでどうもこんにちは、まひとくんと言います。初めましたことは初めまして。まあ、最近ねよくねスプラトゥーン2のネタ系の動画とかね、いろんな動画出しています。よかったらね気軽にまひとくんとか呼んでくれると嬉しいです。よかったらね仲良くしてください、よろしくお願いします。あ銃声がする、銃声が、銃声がする。おお、いる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 、真ん中真ん中真ん中。ブンブンハロー YouTube。 こんにちは、ペガキンことペガちゃんと申します。はい、スプラトゥーンかくれんぼ参加させていただきます、よろしくお願いします。普段はねマリオメーカーとかイナズマイレブンとかそんなことをやってます。はい、あと時々エッチなこともしてます。よろしくお願いします。ちょっと待って待って待って、待って、ゼロ人なんだけど、誰かいてよね、誰かいてほしいんだけど。いやこれ結構、あやっべ落ちた、ちょっと待ってちょっと待って、いやイカちゃんが水に弱いなんて聞いてないよ、イカって水の上で住んでるでしょ。いや上じゃないね、中だね。はいどうも皆さんこんばんは、プチプチです、イカよろしく。ということで今回もですね、実況者の皆さんとかくれんぼをやっていこうと思います。なんかすごいね、後ろにね、ぴょんきちくん、ぴょんきちくん、ぴょんきちくん。上から読んでも、下から読んでも、ぴょんきちくん。なんかすごいぴょんきちくんの絵がバックにあるんですけど、まあ今回ぴょんきちくんはいません。いや皆さん頑張りましょう。やりましょうか。やりますか。頑張りましょう。まあ僕はね、ちょっとあれなんですよ。神からのお告げがありまして。おっとここに隠れなさいって言われたんですよ。おそこにちょっと僕ね、今日隠れようかなと思ってます。なるほどなるほどなるほど、いいですね。じゃあ自信のほどはあるんですか。自信はまあ、100% 中何パーセントあるかって言ったら、まあ、120%。 おお、うざいうざいやつ、うざいやつ、こういうこと言うやつ、うざいやつだ。やっていきましょう皆さん、やっていきましょう、やりましょう。まあ、盛り上がっていきましょうね。始まりましたね。いや俺鬼側初めてだからさ、やっぱ緊張するんだよね。じゃあというわけでなんか間違って縄張りにしちゃったらしいんで、1分待ちたいと思います。さあな、今回ねレギュラーマッチなんで残り時間が2分になったらスタートなので、皆さん急いでください。1分しかないですかねこれ。了解です了解です。1分しかないですか、ね、やばいな、こうやばいですね、急がないと。僕はちょっとここに隠れますわ。おっと、さあ、声、神よ、導いてくれ。ブルドーザーじゃないな、なんだ、ショベルカーだっけ。ブルドーザーじゃないですか、わかんないけど。ブルドーザーですよ、つまり残り20秒で俺、この中に入らなきゃいけない。入った入った入った、やったやった、入った入った入った、俺やばい、俺天才かもしれない。いや、ほんと、時間が、やばい、あもう10秒切りましたよ、皆さん。大丈夫ですか。10秒ですよ。どうしようどうしようどうしよう。ちょっとこれあれだな、ちょ、これ後でウィルサスさんにズルしてすいませんって謝っとこう。はい、かかりました。はい、鬼スタート。6、5、4、3、2、1、スタート。あんまこっちが来てないのかな。ちょっと後でこれウィルサスさんに謝んないとちょっとやばいよね。何ですか。やばい、鬼来てる、絶対怒られるよね。
まあ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 。でもこういう時ってね、結構角際に隠れがちなんですよ、みんな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、死んだ。早いな。最悪だ。いた。マヒトさん。早かったな、マヒトさん。まあ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 、隠れる時間短かった分、その分見つける時間も2分しかないですからね。そうですね、大丈夫ですよ。ありますね、これは。近い。ちょっと俺ちょっと意外とここきついかもしれない。いやー、どうなんですかね。でもいや、俺それ知らないですからね。知らなかったですからね、そのバグ。おお、でもウィルサスさんが知ってたら終わりですよね。あ、確かに。あ、まあ確かに勘が良かったな。勘が良かった。どうだろう、あの人もしかしたら神のお告げ来てるかもしれない。ここに隠れてるだろうって。やばいなこれ。ちょっとマジかよ。銃声がする。え、ちょっと待って、ああ近くにいる。いや待って、やばい、出ちゃう。あ、やめ、出ちゃう。やめて、皆さん。これはあれ、バレてないですか。バレてますね。バレてる。ああ、最悪だ。あ、そういえばさ、ホッケフトのさ、なんか裏技というかバグみたいなやつでさ、あるよね、ここなんか。あっ。どうしたの君。ブチブチさんだった。え、何で、どっから出てきたの。なんかいつの間にかいたっていう感じが。なんて言うんだろうな、あの閉じ込められてるんで。はい。そう、なんか動かなきゃいけないんですよね。なるほど、動きながら隠れるみたいな。動きながら隠れなきゃいけないんで、まあ結構厳しいですね。なんかもう本当にクラスのルールを守りなさいって、もう校長先生からもう直属に言われてる学級みたいな感じですね、例えると。まあルール守んないとバレちゃうんでね、ダメですよね。もうすいません、例え長くてすいません。やばい、見つけらんね。ノー。やってしもうた。いやでもちょっと待って、プチピチさんなんであそこにいたの。ということで、2人残りましたね。残りましたね。なんとか残れた。なんとか。やっぱりね、正統派ですね。正統派に逃げるのが。正統派に限りますね。そうですね。ウィーサーさん、すいませんでした。というわけで皆さん、かくれんぼいかがでしたでしょうか。じゃ、テレペガさんから感想を聞いていこう。どうでした、テレペガさん。はい、まあ、裏世界を使われたということで。あ、はい。ね、制裁を下すことができて、よかったです。デーモンか、デーモンだったのか。パンツかぶったデーモンだったんですかね。じゃあ、マヒトさんどうでした今日。いや、僕もやっぱそうっすね。なんかやっぱバグ野郎に制裁をってことで、まあ最後ね、僕たちの作戦勝ちということでかましてやれたんで、まあまあいいんじゃないでしょうかね。はい。だからみんな冷たくない。俺神のお告げだからこれ。いや僕あれだからね、毎週土曜日に教会に行ってお祈りしてて、そしたらなんかバグを使いなさいって言われたんですからね、これ。そう。毎週土曜日教会行ってからこれ。じゃあ次、ウィルサスさんどうでしたか。はい、そうですね、なんか俺が鬼の時にやっぱ裏世界使われて、まあ結局なんか未遂で終わったようなイメージもあるんですけど、やっぱあれずっと使われてたら俺絶対に勝てることなかったんで、やっぱすいません。最後はね、4人全員の力を集めて土地さんを制裁することができたんで、なるほど、満足です。ありがとうございました。つまり元気玉ってことですね。そうですね。まあということでね、まあちょっと今回もうほとんどなんかもうネタみたいになっちゃったんですけど、はい、ネタみたいになっちゃったんですけど、おっとおかしい。まあこれでね、これでまあ終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごめんなさい、ダウンさんのこと忘れた。なんで忘れてるんですか。ちょっとこれやりたかったんですよ。ダウンさんどうでした。いやもう俺一言だけですよ、もうバグ野郎ざまみろですよ。イエーイ。ということで、お疲れ様でした。一回よろしく。